2月26日の朝、渡辺の指定を高橋太郎、安田豊からの青年将校に率いられた兵士の30人余りが玄関から屋敷内にと入っていき、渡辺の寝室を襲った。226事件である。この時渡辺の娘和子も一緒であった。渡辺は押し入れからキス取るを取り出し、お母様のところに行きなさいと和子に言った。しかし和子は父のいる和室に戻ってしまった。渡辺は座卓の後ろに隠れるよう目で合図をした。それとほぼ同時に軽機関銃が差し込まれて射撃が始まった。その後銃撃はやみ、高橋が布団の上から軍刀で渡辺にとどめを刺した。その一部始終を座卓の陰から和子は見ていた。歴史に残る事件のわずか9歳の目撃者である。これほどむごい話があるだろうか。室内には弾痕をびただしく、血痕や肉片も飛散していたという。弾が飛び交う室内で和子が無傷だったのはほとんど奇跡と言える。和子はお父様と呼びかけたが答えはなかった。渡辺は非戦平和を訴え続けた良識派軍人の一人だった。その面でも226事件は大きな損失を生んだと言うべきであろう。